草家は、うりん家の価格を有する公家。村上源氏小賀の流岩倉家初流。道場源氏重屋の一つ。小賀の春道の孫で、岩倉具、行の四男うのおかそうとする。家名は、南北朝時代に六条家から分家した、千草忠明にちなむか。家業は、夕食後日、和歌。一条家の家令。家禄は、本家岩倉家と同じ百五十国。ないない。 母大書は黒谷植雲院。過疎有能の重詞、小賀の都市子は、はじめ六条有広に課し、創生した、実子有りきの次として、有能を六条家に迎えようとしたが、これが叶わなかったため、有り広と離別した都市子が、東福門院に願い出たところ、女院の失踪に基づき、有能は、小賀の通前の有詞として、神経を創設した。有能は、聖に、 現大納言に上り、以後はこれを先度とする。有能、有ただし、有政は、偽装や、武家転送を務め、朝廷の重職を担った。友好は諸賀に堪能で、道場花壇における新風の歌人としても有名である。幕末の有文は、後部が大派の公家として、数の宮高家の実現に尽力したため、尊老上位派に弾劾されて、文久2年に、時官。 落職したが、王政復古の際に赦免されて現属し、明治新政府に出資している。その小アリトは、維新前後に活躍し、その女秀子は、明治天皇に仕えてに王女を産んだ。明治十七年アリトウが家族令により、死爵を授けられる。ちぐさゆうの、ちぐさゆういちぐさゆうけちぐさうほ、ちぐさありまさちぐさゆうじょう、ちぐさゆうしゅうちぐさゆうこうちぐさゆうめい。 ちぐさゆうぶんちくさゆうけん、ちぐさありとうちぐさゆうりょうちぐさゆうしゅうちくさうはくちくさ、ゆうこうちくさけ、むらかみげんじこがのりゅうろくじょうしょりゅう。ろくじょうゆうじゅうのこ、ただあきをかそとする。北勢四十八んの主藩千草ちくさはこの末裔と、伝えられるが、系譜は定かでない。ちぐさや国立歴史民族博物館の、旧ゅ給料取り調べ帳データベースより算出した。 幕末期の蓄酒量は以下の通り。ありがとうございます。